食べたら食べたら一回焼いてどうなんだろう、ね、焼いたらどうなんだろうね、溶けちゃうとか多分焼いたら溶ける。本日は3回目の脂肪摂取になります。どっちから取るんだけど、だからもう2回やってた、ちょっとお腹の計測がない、どこだっけ、あ、ここか、これが2回の後、ちょっとお腹の計測で、さすがに3回目は大変、もっとケロイドっぽく硬くなっちゃうからそこの下か、まあ理想は下、上よりは下だから隠れるもんね、キスどころですね、そりゃ切るから残っちゃいますけど、だからあんまり目立たないようにビキパンツラインとかズボンでこう隠れたりとか、はい、まあ、あと最近水着だったらハイウエストのやつがあるからそれでも隠れる。でも2回切った割にはそんなに多分ひどくない、1回目とそんなに変わらない傷跡、はい、見える、うん、前のがね、ここ、はい、この辺、この辺それ上、上、上、あ、横はだっか、ここの延長にするよ、じゃあ上でいいか、上でここ、うん、ちょい上、ちょい上でもできます、ちょい上でもできる、ちょい上ね、はい、刻み、ちょっとずらそう、やっぱちょい上だよ、はい、じゃあちょっとちょい上でいきます、切られる感じが久々に。お、回したい。大丈夫。想像するとよだれが出る。ちっちゃめでいきますよ。すごい切ってる。髪の毛切ってる。すごいいっぱい切ってる。いや、そんな。わあ、すごい引っ張られる。ああ、でも前も言ってたね。ヘアサロンと一緒です。うん、そう。ヘアサロンと同じです。あ、4分です。これ食べたら食べたら焼いどうなんだろう、ね、焼いたらどうなんだろうね、溶けちゃうとか、多分焼いたら溶ける、でもこう丸、丸じゃん、炒めたらどうなんだろう、皮付きで炒めたらこれなくなりますよね、多分ね、えこれはなくなりますよね、なんかチュルって溶けそうじゃないですか、美味しそうだ、でも、ちょっと面白いプリプリしてて、はい、終わり、ちょっと終わり、あと5分ぐらい
うん、くすぐった、くすぐったよ。ということで、3回目の死亡最初でした。本日も最後までご視聴ありがとうございました。